ここを抜けりゃ五番マゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。 G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔航路の近くまで行けるの。 X もその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。もう行くぞ。神羅に泡を吹かせてやる。うん、うん。黙って進め。使えなければ平気だよ。案外つぶてえなお前ら。扉の先が G か。そこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。生きてっか。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、四番街の人たち。魔航路をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。はしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。言ったな。うん、ありがとうクラウド。
それで G までは達成だな。うん、あとはマコールを目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。気を抜くな。出ろ、消えろ、行け、追い打ちだ。さあ仕上げだ。仕込め。そこ、じゃあ走ら。当然の結果だ。電力不足だし、ちょうどいいじゃねえか。侵入し放題ってことだろ。スラムに垂れ流しやがって。ガスのとこ、モンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。死んだと魔鋼のせいってな。大丈夫？マテリアに気取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。ま、どっかは繋がってんだろ、うん、地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。ねえ、もう一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指す魔鋼炉は H の先。ああ。でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよ。いけそうだな。マジか。怖くね、
怖くねえ。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然よくない。よそ見ダメだから。おう、目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。間違いねえ、こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。ああ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。け、神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってな。余裕だぜ。私も仕上げだ。やっと一気に叩き込む。やっと追い打ちだ。どうだ、出やっ。そこ危機を狙うぜ。沈め、一気に叩き込む。狙うぜ。じゃあね。Thank you.
オン。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。
関係しちゃったね、太陽。太陽なんて本物が一つあれば十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。戻ってきたみたい。最後のライトは あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。うん。二人のことビックスになんて言う。きっと心配するよね。
ートまでの架け橋しっかりつなげろよ。相手をダブル入れちゃおう。ここで仕掛ける。受けた。攻めるぞ。終わりだ。ギリギリじゃねえか。あんたもだろ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分だ。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。ビッグスとの合流場所は魔法路へ続く通路になる。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ魔法路。換気システムのメンテナンスモードを設定します。作業者は端末にアクセスしてください。ファンの制御装置。止まった。換気システムメンテナンスモード実行。制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。何してんだおい。それが仕事だ。隙をつく。行け。ここで仕掛ける。邪魔だ。行け。
悪いな。連携しよう。俺の見せ場だ。だってこんなもんだ。ロック解除。アクセスを許可します。行くぞ。なんだ。召喚マテリアか。綺麗。どんな奴が飛び出すんだ、おい。さあな。電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。あばよ鉄くずめろ。いよいよ魔航路か。暗くて息臭い。星の命が削られる場所だ。中は魔航の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。Thank you.
防ぐ。そっちは任せろ。頼られちゃうな。脳天食い打ち。ミックスとのランデブーポイントはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。派手に暴れたのに誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただ。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。うん、いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。これだけには俺もなれねえ。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降りたって、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行き来に乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔鉱炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。